日露戦争中に大日本帝国海軍がロシア海軍から露獲したインペラートルニコライ一世。日本海軍編入後は駅と解明された。戦利艦とは戦争期間中に露獲した軍艦、または戦争終結後に賠償として獲得した軍艦。前者を露獲艦、後者を賠償艦という。戦時国際法において戦利品は敵国の国有財産に限られる。 戦利品、路角兵器の中では軍艦が最も大きく経済的な面から見ても影響が大きい。そのため戦利艦の扱いは戦争中の戦闘においても戦争後の交渉においても重視された。戦利艦を獲得する行動は古代からある。小船時代の海戦時においては路角した敵艦を売り払った収入が艦隊乗組員に還元されるシステムであったため 敵艦を撃破したり沈没に追い込むのと同程度に重視されていた。近代以降の戦争期間中においては、機密保持のための自治にや大損害を被って沈没するケースが多く、艦隊を確保するのは困難である。そのため、路角艦を得ることができれば、情報を得る上でも、その価値は高いものとなっている。また、戦利艦は自国の海軍に編入し、 直接的な戦力として利用する場合もある。このケースは、戦争期間中、戦争終結後の両方の場合とも見られる。もっとも、敵艦は、自国海軍との各種規格が異なることがあるため、必ずしも有効利用できたわけではない。例えば、日清戦争後に、日本海軍が、真より露革した、深淵などは、日露戦争にも使用されたほか、太平洋戦争時に、 日本がアメリカから旅客したウェークは日本を経て中華民国、そしてその後は中華人民共和国でも使用されるなど有効利用されたケースとなった。しかし第一次世界大戦や第二次世界大戦後に敗戦国が賠償艦として手放した艦艇は各種規格が異なる上に大戦終結による戦勝国の感染の余剰を受けて 標的艦として処分されたりスクラップとして解体されたものも多い。ただし、連合国でありながら壊滅的打撃を受けたフランス海軍などヨーロッパの海軍では特にドイツ海軍の艦艇が運用されるケースもあった。戦争期間中に敵艦を露獲できれば単に敵国の戦力を減少させるのみにとどまらず、敵国の使用している暗号書の獲得、 技術力に関する情報を得られ、かつ、味方の指揮向上が望めるなど、大きな影響がある。一方で、路角した敵艦に戦局を左右する重大な情報を見出した場合は、ことに暗号をはじめとする、情報漏洩が察知されぬよう路角したことを、徹底的に隠蔽する場合もある。例えば、アメリカ海軍は、第二次世界大戦中に、ドイツの潜水艦、 u マイナス5 0 5号を露覚し、そこから暗号をはじめとする多くの情報を引き出すことができた。露覚された結果、軍事上の機密情報のみならず、搭載している各種武器なども敵国に渡ることになるため、それを避けるために自沈させることも多い。第二次世界戦中の1942年に日本軍がイギリスの植民地である香港を占領した際に、イギリス海軍は、 日本軍による露角を防ぐために、防戦網を付設定、バーライトを自沈させた。また、1942年8月に行われた、南太平洋海戦において、日本軍の攻撃を受け航行不能となり、総員が退去したものの、自沈できなかったアメリカ海軍の正規空母、ホーネットを、日本海軍が露閣しようとしたものの、これを恐れたアメリカ海軍が撃沈を試みた例がある。 なお、近代以降の戦争における、路角状況は多様であるが、戦闘中に洋上において路角されるケース、第二次世界大戦時に、日本海軍がスラバヤにおいて路角したアメリカ海軍の駆逐艦、スチュワートや、同大戦末期に、ドイツの降伏に伴い、日本軍がペナンで路角、接収した U ボート U-195 のように、港湾において停泊中に路角される。 ケースなどがある。戦争後に戦利艦が得られる場合がある。これは戦争後に戦勝国と敗戦国の間で行われた賠償交渉の結果、賠償の一部として戦勝国へ引き渡されるものである。賠償艦が戦後に戦勝国の海軍に編入され、有効活用された例として、第二次世界大戦後に日本海軍はイギリスやアメリカ、 中華民国やソビエト連邦などに賠償艦として多数の選定を引き渡したが、ソ連には駆逐艦6隻、水雷艇1隻、解剖艦17隻、輸送艦2隻、総会艇1隻、総会特務艇3隻など、計34隻を引き渡し、その後もその多くが何らかの用途で、ソ連海軍で使用された。また、駆逐艦、摂風は中華民国に引き渡され、 中華民国海軍機関として活躍した。編入されなかった例としては、第一次世界大戦において、日本海軍が敗戦国のドイツ海軍により UC-99 など多数の潜水艦を賠償艦として獲得したが、規格が合わないことなどからそのほとんどが編入されず、実験艦として使用された。また、第二次世界大戦後に、 アメリカに賠償艦として引き渡された戦艦、長戸と巡洋艦、サコは核実験クロスロード作戦の標的艦として、ビキニ干渉にて沈没した。なお、賠償艦として引き渡されるのは敗戦後のため、六角艦のように自沈を試みる例は少ないものの、第一次世界大戦後においては、敗北したドイツ帝国海軍太陽艦隊の大型艦艇が、 イギリスのスカパフローに集められていたが、賠償官として連合国に引き渡されるのを防ぐために集団で自陳したという事件もあった。戦後しばらくして引き渡し先の意向で返還される例もある。ありがとうございます。